86豪雨災害から30年、 KTS では皆さんから寄せられた体験談を紹介しています。今日は急激に水かさが増した天文館で生命の恐怖を感じたという鹿児島市の男性の体験談です。横浜から一家5人で引っ越してきた翌々月、会社の取引先の接待で天文館に向かう途中からバケツをひっくり返したような雨が車に叩きつけました。尋常ではない雨の勢いで天文館に到着した頃にはみるみるうちに車の中まで水かさが上がり、車も動かなくなりました。ドアを開けて背広姿のまま無我夢中で泳いで、鍛冶屋町にあった市立病院の玄関前までたどり着いたことを思い出します。今でもあの時の出来事は脳裏を離れません。